転換っていうと、どうも相手と自分がいて、相手をなんとかこう、見なくてもって思っちゃうんですよ。自分がメインだから、相手あんまりね、相手かけられる、自分はすぐ、こっちに口を出す。やっぱり、自分がいい。自分が相手をなんかこう、なんか、やめて、自分が関係ない、ゴミとか、最後に、こういう感じで、なんかしたら、そういう感じでやった方がいい。Thank you.
たら、上がってきたら、振りもらうぞ。自分の手は、この手は、振り打ってから、こっから、上がったと同時にひっくり返る。彼が上がったら合わせてひっくり返る。そして足そしたら上がったと同時に手で首を打つ。上がったと同時にひっくり返す。そしてバンどうですかね。上がったと同時に、ね、そしてこれを少しちょっとやりますか、じゃあ最初にやりますか。この場所でもいいや。この場所でも腰変えればこう来るから当たらないから。こう来たんだけどこう来れば来ないね。そしたら首が自分の前に。だから、上がった同時に怖くない、この手怖くないんだって意識がまず大事だろ。背に入ったら全然怖くないから。背に入ったらこう来ないんだ、当たってこないから、絶対来ないから。だから安心、これそれともう一つ、これだけ絶対安心。手通りこうしてるから、彼がこうやって手にかけたらちょっとやばいんだけど、今衝撃出てるから必ずここ来るんだね。だから当たらないから、こうやら上がらないんだ。だから上がった時にこの列車させてるんでしょうかね。足動かさないでいい。で、こういうこれだけ最初やりましょう、ね、それだけ今日は分かります。で、今僕がやったのでここに最初にここ入ってる、来た時にここ入ったでしょ。今やったのはこうやった。もう一つは、ここに入ってた、自分が。まあ、こっちの手でもいいんだけど、これで横目になっちゃうから、横目に。正面の場合は、こっちの手ね。もしくは、こっちの手。で、こう手があれば、彼が、今、仮止めてる。で、打ってこないんで、全然こう、ひろたつ最初。これ、効果ないんだ。受けてて、こう来てる。もう全然動いてない。これ線の感じ。もしくはさっきやったらこれ線の感じ。で上がってこれと上がってこれと同じ感じじゃないですか。一度と違う。だからそういう感じで足こだしたの。こう来た時に、こう来た時に多分ここ入ってる。でもここから入ってちょっと同じだから。本当はこっちから最後結構こう入る。それからこれ。こう来てこう来たけど、この時もこう入る。これがこう入る。こう入る。で次の時に。くぐったときにくぐったときに今度は足を合わせる練習で、こう入るときにこう、あ、力入れたら、はい、さっきは動かないで、こう、別にこうってわけじゃない。ブロックしたりブロックしたりね。そして足が今こうなる。でここまでこれと、で次の段階がこうね。次の段階こうとなる。そして次のこうね。全部一度でやると難しいから最初はこれだけやる。でこっちはすごいです。待ってやりながら足を出して、こう出してここに。こっちは出す。相手の前。
そうじゃなくて、その時に足がこのまま飛んでいっちゃうと、良くないから、ずれちゃう。だから、こっちから。それからこう、こういう感じだ。打ってきたら、こっちに行くまで。打ってきたら、よし。で、そっちに合わせてから、こう。で、こう。じゃあ、こっちまで。で、打ってきたら、こっちに行くと。上がったと同時に手を出しながら。打ってきたときに、今、一息で来たら、ここまで足取りてる。なんていうのか、こうやってこうやることないから。必ずこっち出たら一回閉じて、それからこうだろう。必ず閉じて一回閉じて。だから、こっちに来ても、お返しを。こっちに来ても。こっちに来てもこれが一つ。こうなってる。慣れたままで、こうやってちょっと、慣れたかと思って。これから次のステップとして、この足が相手の中心に自分の奥から、こう出てきちゃう。こういう感じ。こう行きますね。バーンって、そう。ただ次は足がこっち、彼女の重心になってる。こうなって、で、何もしないといけない。こう、あるから、心に入れたら。こう、次、じゃあ、中に入ってくる。こう、こう、で、こう、から、この足、この左足、ここが、ここにこう入ってくる。ここまで。でも、いいし、最後に見える。ここに、ここに。こう持って、別に手を、この手をビューってやるのが一番良くない。全然、手は全然関係ない。あるから。ただ重心が、手をパッとやっていかなくても、このまま重心がパンと中に入ってくると、ここまで。で、最初背をもらうときにはバーンとここに入る。バーンと変わってた。そしてこういう風にして、じゃあ少しこれ、彼は風邪じゃなくて僕が打たしてあげて、本当は僕の何て言うんですか、僕が一方的に作ってさあどうぞっていう風になってから背をもらえるんですよね。だからやり方として今言われたのは、こう持って自分が上げる。それで本当はね、こうできてればいいんだけど、合ってれば、自分が稽古してれば、まあ、合わせる稽古たくさんやってる人たちは欲しいんだけど、みんなできる、できない人の中にいるかもしれない。まあ、だから持って自分がこう出す、こう上から下って。この結構やりましょう。こう持って、彼が打ってくるのは自分が打たせる。打たせる。僕が打つ。僕は、彼は本当は僕が打つ。自分が打たせるっていう意識で、彼の手を持ってくる。彼どうぞ。その時にここにいる。そして、こう。鳥は僕なんだ。上がってきたら、こう出る。上がってきたときに、こう出る。僕が出したり、彼を打ってくるのを、これで合わせて、これやったら分かります。こうやって触ってるだけでいいんだ。これに合わせて、自分に合わせて彼が打つ。自分に合わせて彼が打つ。
どうしたこうって言った時にここが混じってしまう。こういう状態。そしたら血が重症化。じゃあこれちょっと。ここに彼は打ってる。だから自分はここ出してきたら違うことやってことになる。自分で打ってやってみたいな。彼が打ってくるのに合わせるために攻撃やってる。だからそれでこう入ったんですよ。それのリードのためにこれ繋がってるだけだ。それでここ入る。こう繋げた手出さないで自分の中にこう出してる。こう触った手はこの手はこの触った手はこのそういう意識でこうまあこっち向こう出した自分がこう出して、はい、自分が投げて我々はこういう。
全然。